つい先日釣りに来たばかりであり、しばらく釣りに来ない予定だったが、どうしても釣りがしたい衝動に駆られ来てしまった。冷蔵庫にはアジの南蛮漬けとなめろうが大量に残っている。時刻は4時半、今から釣りしていきます。あまり釣れず退屈な時間が続く。たまに釣れるが決して大きくはない。浮きが沈んだ。この瞬間がたまらない。魚とのコミュニケーションである。人とのコミュニケーションはあまり得意ではない。投げることが爽快に感じる。四十肩になる前に思う存分投げたいという思いがど素人にはある。いや、これが原因で四十肩になるかもしれない。普通とは異なる重みを感じたが、暴れたサバが海藻を絡めたせいだった。穴釣りでカサゴの餌にしてやると誓った。浮いている海藻を避けながら釣り上げる。また普通とは異なる重みを感じた。シャカアジが釣れた。またシャクアジが釣れた。サイズが大きくなっていく。全然ピントが合っていない。この男釣りもど素人だが、カメラのことも全くのど素人である。メガネを買い替えたが、暗すぎて浮きが見えない。メガネは明るさまでは保証しない。リールを回そうとしたがハンドルがない。
周囲を懸命に探す。先ほど投げた時ドボンと音がしたが、このハンドルが飛んでいった音に違いない。手で糸を手繰り寄せる。ハンドルがない。これからが勝負時だが、リードを回せないので帰ることとする。ハンドルがない。